そういうものを食べる前にも見てもらって、それから食べてもらう。こんにちは、皆さん、デリチャンネルのデリです。いつも動画を見てくれてありがとう。今日はですね、寿司の職人の一日のビデオを見ていきたいと思います。私も築地で寿司の食べたことがありますので、そこでいるのシェフはとってもかっこよかった。だから今回はどんなビデオですか、楽しみです。では見ていきましょう。はい、皆さん、1、2、3、 OK。 僕の一日は本当に8名のお客様にあるようなもので、出るって言っても過言ではないぐらい、営業時間よりもやっぱり仕込みにものすごく時間がかかってしまうので、お客様にサーブする前にはもうすでに9割は全て決まってるって言っても過言ではないぐらい仕込みっていうのを大事にしています。寿司の図店主の阿部望です。寿司の勉強し始めて約20年ぐらいが経ちます。おー、すごっ。朝はまず起きて、すぐにお店に来るんですけれども、まあ、その日にもよるんですけど、まあ、忙しい日はだいたい8時半ぐらいに起きて、9時半ぐらいにはお店に入るようにして。結構早いですね。もうスタッフがあらかじめ入ってくれてるんで、ある程度の下処理は終わってるんですけど、魚が届いて、それのクオリティのチェックだったり、うちで使ってる魚の 90% は大体日本から来てる、豊洲から来てるの で、うち専門のバイヤーを本当に豊洲に置いて、その人と直に電話で話して、いいものは前もって仕入れてもらって、日本から魚が届く前っていうのはやっぱり楽しみでもあり、不安な部分もあり、それが両方あるような感じで、いいものを来た時っていうのはやっぱりシェフとしてはものすごく嬉しい。これも例えばダメだったりとかで、どういう段取りで仕込めばきちっとした時間で終わるかとか、まあ、そういうのをチーム全体で話し合って、それから作業に取り掛かります。すごいな。献立を作るにあたって、まず一番大事にしていることは、まずその魚とちゃんと話し合うと、僕を焼いてくれだったり、僕がそのまま僕のことをそのまま、僕はちょっと寝かした方が美味しいよとか、そういう風に言ってくれる気もします。魚の声を聞けないんですけれども、その魚の一番いい部分を僕らやっぱ出してやるということが料理人の仕事だと思うので、確かに、まずはしっかりと脱水をさせて、旨味だけをしっかりと残す。すごい。寿司の図では江戸前寿司というスタイルのものをお客様に提供しているんですけれども、江戸前寿司っていうのは冷蔵庫のない時代に生まれたもので、魚にこう仕事をする、魚に手間をかける、魚をつけたりとか締めたり煮たり焼いたりですとか、やっぱ寿司ってとてもフレッシュなものをすごく考えると思うんですけれども、江戸前とはそうではなくて、お寿司にする前に手間をかける。これ知らなかった。店は8席しかないんですけれども、なぜかというと、やっぱ自分の目が全て行き届くように、全ての料理に自分のベストを尽くせる。で、1回転目が8時半に終わって、2回転目の客様とお客様が9時に入られて、営業時間よりもやっぱり仕込みにものすごく時間がかかってしまうので、営業時間のお客様にサーブする前にはもうすでに9割は全て決まってるって言っても過言ではないぐらい仕込みっていうのを大事にしています。それから11時ぐらいから始めて、それから3時4時ぐらいまでずっとこう仕込みをしているような状態で、それから食事をとって、すぐにセットアップ。おお、すごいな、本当に。まあ、一息つくっていうことはとても大事にしています。僕だけじゃなくて、こうスタッフも含めて、やっぱ仕事仕事ってこう詰めてしまうと、こうどうしても気持ちも詰まってしまう。どっかで区切って、一息入れる。仕事以外のこともちょこっと、まあ、時間がないときはほとんど弁当になったんですけど、どっかで区切って一息入れるっていうのは、一生懸命次に向かうにはすごく大事なことだと思います。 I agree。 おお、これも自分でしますわ。おすごいな。仕事
症を使い分けるんですけど、大体週に2、3回のまとめてがっていう投与になります。すごいな、本当に。キーデコレーションはただ食事を食べるっていうかではなくて、やっぱりショーとして総合芸術として全てを楽しんでもらうように、この間だったり花だったり待ち合いに至るところまでお客様がどういう目線なのかっていう、やっぱそれぞれの目線の先にはやっぱり綺麗なもの、ちゃんとした質外がを置けるようにその努力をしています。すごいな。でカウンターのセットアップをして、まあ、大体それが5時過ぎぐらいで、6時ぐらいにお客様が来て、これ全ての準備が整って、やっぱ魚だったり、器だったり、店のしつらいでのれんを出して、まるで本当に飛行機に乗って日本に来たかのような、そういうものを演出したいと思っていて。すごい。そうですか。おお、今から始まったよ、全部すごい。スモークドポニート食べたいわ。おお、これ食べたい。これをすべて食べたい。えぐり。パスタがしっかりしてたとし、クッションの職人がよく言ったのはシャリが8割でネタが2割、そのベースになるものが美味しいとやっぱりこの料理がちゃんと完成される。おー、これも知らなかったわ。でっかいな魚というわけではなくて、魚自体のエネルギーだったりそういうものを食べる前にも見てもらって、それから食べてもらって、料理を提供してお客様の笑顔を見た時がやっぱそれが一番僕らにとって嬉しい。卵、寿司の酢。それで11時半ぐらいに2回転になってます。ありがの仕事っていうのはやっぱりゴールがない仕事だと思うので、こうなったら正解とか、今日はこの金額に向かって全員でベストを尽くす、全員でお客様を楽しませる、で今日はそれで終わりだと思う。
はすごい遅いですね。だいたい仕入れしてだいたい1時間ぐらい。およそ歩いてる時にもう電話をして何がいい、これがいい話を豊洲にいる人間と直に話すことをすごく重要にしているので。ああ、これは確かに。でも大変ですね、あのアメリカから。潰すわけにはいかないので、もうみんなの思いがある以上に本当にやるしかない。そういう気持ちでいっぱいです。支えてくれた人たちのためにも頑張りたいです。支援についてもいいし、それから職種を取って寝るのが大事です。最後、本当に筑波エドって何か証明として最後に残る。まあ、なんかそれを見た瞬間に、今の前かな。すごいだったな、本当に。なんか watching this video makes me feel so much that この人はとても優しいな人ですね。And as beautiful person he is, as beautiful sushi he is creating. あの人のレストランでいつかとても行きたいです。この人は結構イケメンですよ。And I think he has pretty much women who likes his face and they are going to see chef also on this place, not only to eating sushi. そして he's taking care of everything by himself はすごいですね。ナイフもシャーペンするのは自分でする、そして魚を作るも自分でするとか全部こんな感じで、デコレーションも自分でする、やばくないこれ。そして全部完璧みたいですよ、なんかビデオから見たらそうみたい。 When he's speaking I can see how much he loves his own job. だからこれは本当に大事なものですね。本当に寿司シェフの一日のビデオはとっても興味深いだった。 Many things I didn't know and I understand for the first time from this video. 今から寿司の食べるとき I will appreciate more and I will be more concentrated about everything in this sushi. なぜなら私はシェフの気持ちも分かりたいです。 From his own sushi. 彼は本当にプロフェッショナルシェフですね。彼のテクニックもすごい面白かったんじゃない。例えばソルトの入れるときは、普通の人たちは、私たちはこうやって塩が食べ物に入れますね。でも彼はなんかここからとかこんな感じですごい。じゃあ皆さん、今日のビデオはここまでです。最後まで見てくれてありがとう。次のビデオでお会いしましょう。またねー。